湖畔美術館に来てます。とってもいい天気です。じゃ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 ん。正月暇なので一人で来てみました。じゃあちょっと探索してみましょう。高滝湖、今日はいい天気ですね。なんか説明書きがあります。藤原式揚水器実大模型。あ、これあれだ、水を汲み上げるやつだ。誰もいない、誰もいないよ。何でしょうあれ、カマキリのような、何でしょうねあれは。なんかちょっと天に向かってカマキリがこうイエイってやってる感じです。あの藤原式揚水器からですかね、あれもあれもオブジェなんですかね。とっても気持ちいいです。いい感じですね。ここはね、私のピアノ弾いてくれる純子さんが行きたい行きたいって言ってて、あ、こんなとこあったなと思って一人で来てしまいました。純子さん見てる。こんな感じのとこだよ、じゃあちょっと美術館の方に行ってみます。なんか可愛いのがあります。来ました。美味しそう。で、眺めも最高です。うん。今ここから座ってる眺めです。みたいな揺れてるのが、これがさっきの写真のとこです。で、こう行って美味しいピザ屋のあるロッソ、よかった。こんな感じです。気持ちいいですよ。はい、ふれあいの広場に来ました。じゃーん、あそこの鳥居に行ってみましょう。はい、高滝ダムです。あ、気持ちいいね。あ、これこれ、さっきのあの、揚水器、そしてあっちが美術館です。こっち側から見た感じ
じです。そして鳥居があります。周辺は美術館と美味しいピザ屋さんがありました。たまにはこんな風に一人でのんびりしてもいいかなと思ってきました。また次の動画まで。またね。ありがとうございました。やばいです。ハマってしまいました。いやこれどうしよう、どうしたらいいんだろう。いや最悪です。今5時半です。16時33分にタイヤがハマってしまって、今ここは山の中です。 JAF を呼んだんですけど、大原から来るらしくてまだ来ません。お正月に薬師丸ひろ子さんの映画でトイレ掃除の物語を見たんですけど、ここの板部っていうところに世界一広いトイレがあるということで、カーナビに任せて来たらすっぽり前輪が入ってしまいました、世界一広いトイレを見に行った私がバカだった。しかもこんな狭い道をカーナビが言うから信じたのに、なんかイノシシとか出てきそうです。どうなるでしょうか。おらいおらい。はい、一応上がりました。ですので上がったんですか。はい、上がりました。ですので、ハンドルをまっすぐ、はい、1回と2回転ぐらい右に。ここですか。そうです。はい、それでストップです。はい、今君津に着きました。14時33分に、溝にはまってから、ただいま7時半でございます。機密に着きました。こんなオチが待ってるとは思わなかった。今日本当に一人で癒される湖畔の美術館巡りと、あと美味しいピザとね、なんかちょっと楽しいあの風景を YouTube 作ったのに、こんな最後オチが待ってるとは思わなかったです。世界一広いトイレ見ることができず帰ってきました。レッカーの人が本当に優しい人で、正月早々申し訳ございません。はい、今ここは君津の湯の駐車場です。もう疲れたのでお風呂入って帰って寝ます。今日はこんなお家ですが、見てくれてありがとうございます。じゃあねー、バイバーイ。